あれ？なんだ、誰もいないのか。案の定だけど、もやってぃ、スマートフォンを契約できなかったよ。運転免許ぐらい取っておくんだった。ああ、もやってぃがもやってぃであることなんて、今のところ自分の思い込みだけでしか証明できないよ。しょんぼり。おや？なんだ？このいかにもなチラシは。感激三昧！ふーん、見た見た。何回も同じチラシが回ってきたら見るかといえば、そんな甘いもんじゃないぞ、チラシ業界は。あれ、前に見たのとちょっと違うぞ。へえ、感激三昧って日本橋にお店があるのか。何何、最寄り駅は地下鉄堺筋線の恵比寿町駅です。北側の改札を出て左手の 1B 西出口を出て左へ進むと、関西小劇場ではおなじみのインディペンデントシェルターファーストがあります。おなじみのって言われたってもやって知らないけど、まああるんだろうね、そういう娯楽施設が。そしてそれを無視してまっすぐ進むと、左手に横綱ビル、その建物の2階です。横綱、横綱がいるのか。あ、違うか、横綱が横から支えているビルなのか。横綱一人、横綱いっぱい。横綱か、会いたいな。感激三昧行ってみっか、いざや。